ゆうさん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。ゆうさん、 YouTube の撮影には慣れましたか？そうですね、ぼちぼち慣れてきました。堀さんは YouTube の編集慣れてきましたか？いや、まだ全然できてないので、これから頑張ります。一緒に頑張りましょう。一緒に頑張りましょう。うちのアナウンサーたちが、YouTube の動画に出てると思うんですけども、はい、誰か好きなアナウンサーはいますか？私はこの前しんぼさんと初めてロケして、すごい好きになりました。初めて会ったんですけど、最初からすごい話しやすいというか、話してくれて、すごい気さくな方で、すごいしんぼさんみたいになりたいなと思いました。じゃあ今日はその憧れのしんぼさんの動画を見て、はい、いろいろ勉強していきたいと思いますが、どうでしょう？勉強したいです。大好き新潟チャンネル、今回はしんぼえりがお届けします。よろしくお願いします。今回はですね、全国的にもこの弥彦神社で有名な弥彦に来ております。しんぼさんはこうお寿司のネタなんかだと何が好きですかね？寿司、お寿司だとマグロ。それ以外だとどんな感じですか？それ以外だとイカ。イカ、イカいいですね。イカに似た感じ。はい、じゃあしんぼさんみたいにやってみます。ゆうさん、お寿司の好きなネタは？マグロ。その他は？イカ。うまいね。うまいですか？本当は何が好きなの？私、タイが好き。マグロあんま食べないです。かわいいね。言っちゃった。じゃあ続けてみます。タコケヤキ。結局タコケヤキですね。これですね。これどうしてタコって呼ばれるんですか？これ普通ケヤキっていうと、はい、スーッとまっすぐは伸びるか、うん、大きく枝分かれしていくのが普通らしいんですけど、はい、ここのはこうなんか途中にコブコブがあってですね、ぐにゃ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 とこう回って、冬になって葉っぱが落ちますとね、タコの足のように見えるんですよね。私あんまタコにちょっと見えなくて、だからちょっと何も言えないかもしれない。まあ、タコケヤキ、タコケヤキって言って呼んでるんです。お話上手ですね。専門ですので、ね。ご専門で。やっぱお上手で。くぐってますよ、私たち今。トトロですね。クモの巣くぐって。ここ可愛いと思いました。くぐだり。歌ってた。いいですよね。ゆうさんだったら歌えますか？ちょっと恥ずかしがっちゃうかもしれないです。けど頑張ってしんぼさんみたいに歌います。クモの巣くぐって。くだり。くだり。み。すごい可愛い。ちょっとしんぼさんになるために頑張ります。恥ずかしい。いかがでしたか？いやいや、しんぼさんうまいですね、やっぱり。どう？やっぱしんぼさんいっぱい質問してたじゃないですか、うん、そういうので結構距離が近くなったりして、だからそういう感じで私もやってみようと思いました。この動画は見たことありますか？いや、ないです。なんだかわかりますか？花火大会。今年はその去年の花火の大会の映像をですね、大好き新潟チャンネルで。おー、いいですね。どうですか？見ます、私も。本当に？はい。絶対？絶対、家で見ます。ありがとうございます。見てください。見ます。すごい、一つ思いついたんだけど、はい、このゆうゆうちゃんのリアクションだけを流すってどうかな。こうすごい綺麗でも映像はすごい綺麗ですね。綺麗だね。でもゆうゆうちゃんの方が綺麗だよ。いや、堀さんの方が綺麗ですよ。これ宣伝にならない。皆さんが楽しみになれるようにちょっとリアクションしてみます。詳細にね。はい、今黄色と緑と青の
花火が上がったんですけど、あ、すごい、なんかまるでいろんな色のやつが上がりました。いや、全然動画でもすごい迫力があって綺麗でした。なので動画の配信を皆さん楽しみにしていてください。ちゃんと見ました、ゆうゆうって書き込みます。本当に？はい、やります。それがなかったらちょっと約束を破ったということで。そうですね、そんな許されないのでちゃんと書き込みます。じゃあ皆さんもゆうゆうさんの書き込みを見つけてください。見つけてください。